今日のカナフル TV は音楽を通じて犯罪被害防止や交通安全を呼びかける神奈川県警察音楽隊その舞台裏にカナフルが潜入さらに警察音楽隊ならではの楽器やパフォーマンスなど華やかなステージの裏側を独占取材 神奈川県エンターテインメント広報かなフル tv スタート <laughs> えこんばんは田崎ひかりですえ今週もあんなちゃんと一緒にお送りしていきまーす、はい、今週もよろしくお願いしまーす六月に入っちゃいました入っちゃいましたね,ねちょっとムシムシしてきてねう汗かくなってきましたね,ねなんかちょっとテカテカしてるみたいな映 <laughs> さないで <laughs> さるいり、今日もよろしくお願いします。あれ<ー>、お願いよろしくお願いします。ちょっと今、あの、受けちゃいましたけど。<laughs> さあ、今日の特集なんですが、今週はですね、県民の治安を守る。神奈川県警察の中でも、うん、警察、音楽隊に注目をしたいと思いますが。 ご覧になられたことあります演奏、うん？なんかあのお出かけしてるときにちょうどこうパレードに出くわすことがあったりとか、うん、あと大会みたいなときに演奏を聞いたりしたことがあるんですけど、うん、なんか予期せぬ時に見かけてうん、うん、わあっていうこうちょっと嬉しいなって気持ちになります。ラッキーと思いますよね。うんうん、で警察音楽隊はですね全国の各都道府県と公共警察を合わせた全48隊、うん、あるんですけれども、うん、神奈川県の警察音楽隊はですねもう演奏のクオリティ が高いいと評判でで熱烈なファンもいるんです、うん、実際ねこうイベントとかで見かけた方たくさんいらっしゃるかと思うんですけれども、うん、ただ今回はなかなか見られない姿をンナちゃんが取材してきてくれたんですよねそうなんです。より身近に警察音楽隊を感じていただこうということで活動拠点にお邪魔してきました。うん、音楽をを通通じて犯罪被害防止や交通安全等を呼びかけ 県民と警察を結ぶ音の架け橋として幅広く活動する神奈川県警察音楽隊その編成は楽器を演奏する演奏隊員とフラッグを使った演技などで演奏に花を添えるカラーガードの2つで構成されています今回アンナちゃんが伺ったのは活動拠点の神奈川県警察音楽センターあ、もう音が 聞こえてきてます練習中かなじゃちょっと入りますよいいのかなお邪魔してよいしょ待ってあすごいやってますやってますすごいこんにちはあ聞こえてないかなこんにちはあすいません演奏中にかなフル TV ですよろしくお願いしますお願いしますお願いしますまさに練習中にごめんなさい ちょっとはい,よろ,いよろしくお願いします。お話伺ってもいいですか。はい、アンナちゃんに声をかけてくれたのは警察音楽隊副隊長の佐藤さん。具体的な活動としては、はい、どんなところで活動されてるんですか。はいえっ、ー、と小学校とかのあ交通安全教室ですとか、あ,<ー>あとは駅とかえっ、ー、と人の通る場所ですね。街角で、はい、えっとキャンペーン 等で演奏したりしております。皆さんの反応っていかがですか。まあ撮りすぎる皆さんが足を止めてえっと演奏を聞いていただいて喜んでいただけてるのかなといつも思っております。そもそもこの警察音楽隊というのはいつ誕生したんですか。はい、はい、えっ、ー、と誕生したのはですね昭和25年え当時横浜市警察音楽隊として発足しました。でその後昭和30年に警察制度の 改正に伴いまして現在の神奈川県警察音楽隊になりましたこの神奈川県警察音楽隊ならではの特徴って何かあるんですかそうですねえっ、ー、と今吹奏楽の編成ではこういう編成でやってますけれども、うん、えっとドリル演技をするときはビューグルという楽器を使っておりますビューグル、はい、ちょっと聞いたことがないんですけどうす、ね、どういう楽器ですか あれがあちょっとじゃあ見せていただいてもいいですともとはあの軍隊の信号ラッパーで、はい、あのこんなにこう今の楽器はこうピストンがいっぱいボタンがついてるんですけれども、はい、昔はもっと何もあのピストンがついていなかったです、ねあ。で今は新しいからちょっとついてはいるけれども、はいはい、ただ同じビューグルというものそうですあなんですね。それを使っているっていうのはやっぱり珍しいことなんですかそうですねあの 吹奏楽とか、まあ、オーケストラをよく聴、えー、く方には馴染みのない楽器かなと思いますけれども<ー>、はい、警察音楽隊による演技の一つドリル演技その中で使用するビューグルの音色を一般的な金管楽器と聴き比べてみましょう「うん <music> そうですよね。そうですよね。迫力ありますよね。ね皆さん演奏素晴らしいんですけど、もともとミュージシャンだったりするんですかね。そのあたりも聞きました。警察音楽隊ということは、警察官でいらっしゃるんですか。えっ、ー、と、警察官とですね、技術職員。の、うん、えっと、人たちがいます。警察官の隊員はですね、移動希望を出して、音楽隊に。 入ってきます一方の技術職員はですね、はいうん、えーとそれに、えー、と受験をしていただいて、えー、その時はですね演奏の試験もございます<ぁ>年間およそ100回もの演奏をこなすという神奈川県警察音楽隊そのほとんどの隊員が音楽の専門家 レベルが高いのもうなずけますえと僕は宮城県にその指揮者をやっていた時は、はい、例えば小学生中学生高校生とかのスクールバンドの指導だったり、うん、アマチュアのオーケストラの指揮指導こういうがメインの仕事だったんですけど神奈川県音楽隊あ警察音楽隊の指揮者となれれば、うん、あの教えるっていうその立場から一緒に音楽作りをできる。 なんかこうまた自分の中でそのステージが上がるのかなと思って、うん、チャレンジししたたいいと思いました何かこう警察音楽隊の演奏の中で注目してしててほいポイントってありますか、はいえっと、私指揮をしているんですけれども、うん、あの曲によって指揮棒を使ったり使わなかったり、えー、いろいろその場の判断で、えーうん、持つか持たないかを選んでます。こう結構ピック ピってこうイメージがあると思うんですけど、これを持たないと、あの。かなりこう表情が柔らかーくなるので、曲によって、あの使い分けをしてたりします。へ<ー>あとはですね、えっ、ー、と、更新の時は、うん、こういう普段使っている指揮棒ではなくてですね。はい、あの。こういうでかいお。じゃ、あ、ちょっとこちらの方に。はい。ええー、<laughs> すごい。使うんですよ。これ、これで指揮されるんですか。はい これで実際あ1234って振るわけじゃないんですけど後ろに続く後進の方々にこう、うん、高くかざして「出発するよ」だとか「<ー>次の曲に進みますよ」だとか<ー>そういったサインを送るわけです。これは式棒じゃない これは式場です。式場、はい。杖ですね。はあ、すごいかっこいいですね。<laughs> <laughs> 私も、あの、普通の指揮者ってこういうのは持たないので、はい、音楽隊に来て初めて手にしました。あ、うんはあ、じゃあこういうところもちょっと、はい。見ていただきながら、演奏を聴いていただけると。はい、そうですね。うん、より楽しんで。でそうですよね、はい。 すごいですね、式場、で、うん、ハリーポッターに出てきそうな感じですけど。<laughs> すごいですよね。でもさっきのあのビューグルにしても、うん、その警察音楽隊ならではのものって結構あるんですね。そうなんです。うん、しかもあとちょっと、あえて皆さんがジャージ姿で練習されてる姿もとっても新鮮だなと思いました。ちなみに。 VTR で出てきました、はい、ビューグルなんですけれどもうん、うん、神奈川県警察音楽隊の特徴ですよね。うん、こちらの演奏なんですが昭和36年にアメリカ海軍横須賀基地で海兵隊から訓練を受けて誕生したんだそうですね。ね それだけ長い間こう皆さんにも親しまれてきたもう貴重なな財産でですすよねそそうんしてあの学長の畠山さんは技術職員採用試験を受けて入隊されたんですが、うん、続いてはです、ね、警察官として音楽隊に入隊された方をご紹介します、うん、ハイレベルな神奈川県警察音楽隊の中でサックスを担当されているのが立花さん。 いつこちらには入隊されたんですか。そうですね。大体10年ほど前にあのこちらの音楽隊に入隊いたしました。もと,もとあの警察署の交番勤務をしておりまして、交番にいらっしゃったそうです。はい。はい、またなぜその10年前に入隊しようと思われたんですか。あまあ,あのも,ともと私楽器を楽器経験がありまして、うんまあ、あの音楽隊というのはもちろんあることは知って,知っていたので、うん、まあそこであの警察候補になって。 いるまあ,ところでまあ私は楽器をまあその生かしてできればなと思い移動規模を出して、えー、それでなんとかこう念願かなっていたというそんな立花さんは今では仲間も一目置く名プレーヤーこの畠山さんから見て立花さんのサックスの魅力ってどんなところですか、はい、あの普段 我々は楽譜に音が書かれている、うん、それをなぞるように演奏するんですけれども立花さんは、えー、それをですね、アドリブと言い,いまして<っ>音符が書いていないと自由自在に演奏されるんですよ、うん、なので聞くたびに演奏が違ってくる もう練習も本番も,本番も昨日も今日もあしても全部違うんです。うわあ、自由ですね。たまにあの失敗することもあります、ね。でもそれがすごい個性となって、はい、また音楽に華やかな彩りがという感じですね。 毎回違う演奏で楽しませてくれるという、ね、うん、すごくいいですし。うん、やっぱり、あの、こうやって街中で気軽に本格的な音楽を楽しめるというのは。うん、やはり警察音楽隊ならではだなと思いますね。素晴らしかったですよね。ね<ー>いや、かっこいいですね。本当に、ま見る目が変わってくると言いますか。うん、さ神奈川県警察音楽隊、演奏、もちろん素晴らしいんですが。はい、魅力はそこだけじゃないんですよね。うん、そうなんです。演奏に花を添える。 カラーガードについても伺ってきました昭和49年全国に先駆けて誕生した神奈川県警察音楽隊のカラーガード演奏隊員の音楽に合わせてフラッグなどを使い息の合った演技で広報活動の一翼を担っています ませこんにちは。よろしくお願いします。お願いしますリーダーのリーダーの花輪と申します。花輪さん、よろしくお願いします。今、皆さん何やられてるんですか？今はマーチングの基礎となる歩行訓練を行っております。うん、肩を揃えて横を合わせる練習です。とか、つま、はい、先を合わせたり、細かい部分の体の使い方を合わせられるように、うん、訓練しています。すごいぴったり揃っていて美しいですね。見ててありがとうございます。 神奈川県警察のカラーガードの特徴ってどんなところですか。はい、神奈川県警察音楽隊では現在三種類の演技を広報活動によって使い分けております。一、うん、つ目はドリル演技といって、カラーガード私たちカラーガードと演奏隊員さんが。体型変換をしながら演技をしていく演技一つと。二、うん、つ目はカラーガード演技といって、演奏隊員さんの演奏に合わせて私たちが。さまざまなフラッグや小道具を使って演技をする。うん ものが一つあります。三、うん、つ目は。えっと、発足当時から。受け継がれている神奈川端というものを使って、うん、主にパレードを行っております。ああ、パレードも。神奈川端というのが、はい。あるんですね。はい、このカラーガードさんになるには。どういった条件があるんですか、はい。えっと、カラーガードは。 女性警察官で構成されています<ー>ですのでまず神奈川県警察官試験を受けていただきます、はい、そこから交番勤務等を得てカラーガードへの希望を出していただいてカラーガードの試験を受けていただきますそれで入れますいくつも困難がありました私がこれを着たいからといってそうたやすくは入ることができないんですね、はい、今やりがいはどんなところに感じてますか やっぱり小学校の派遣とかに行った時にすごい子どもたちが喜んでくれてなんか子どもはすごい言葉にも表してくれるし表情もすごいもう分かりやすく喜んでくれるのでそういう時にはすごいああやっててよかったなって思います子どもたちからも大人気のカラーガードその特徴の一つが演技で使用するさまざまな道具です、うん、カラーガードの道具ってどんなものがあるんですか、はいはい ご紹介させていただきます、はい、まず演技で使わせていただいているこちら3本のポールショートポール、うんうん、中ポール、大バターという風に名前をつけているんですけれどもあ<っ>まあ見ての通りちっちゃい中ぐらい大きいという旗の種類の違いがあります<ー>このポールを演技やイメージ等に曲のイメージ等に合わせて旗を変えたりしながら演技に 取りり入れてていく形を使っております<ー>カラーガード演技に使うものですと小物を使っておりまして、はい、小道具としてまずダブルダブル旗を2本の細い棒につけてちょっとリボンみたいな感じで,で、ね、振ってみるとすごくひらひらなびいてきれいなへーあすごーい、うん、ラッパーを小道具として<ー>もう拭けないものを使わせていただいて。はい 演技の中に取り入れていますあ、なるほど、回したりとか、はい、バトンのようにして、はい、そうですね<ー>、はい、他には傘を、はい、あ、可愛い,い傘ですねこちらの装飾も自分たちでレースを縫い付けたり<ー>キラキラを貼り付けたりして曲のイメージに合うように作成しています手作りなんですねはい演技だけではなく小道具も細部までこだわっているんですね もう歩行訓練の1等2等3等がもう帰りまでやりたくなっちゃうぐらい本当にねえんか独特のリズムですよねいやーすごかったですさあ今日スタジオにはですね今年2月からカラーガードになった新人隊員の皆さんが来てくれています ようこそ。ようこそ。どうもどうも。ありがとうございます。ますよろしくお願いします。<で>すあの華やかなんですけど、うん、この空気感がもうキリッとこのスタジオ中が。姿勢も違いますもんね。ねすごいですね。す,で,すねえでも皆さんはえっ、ー、とカラーガードになったのが今年の二月ですよね。で、もうデビューはされたんですか。はい。あの四月の十日に鶴見駅前で。 交通安全のイベントでデビューさせていただきました。ねはい、緊張されますよね。はい、<laughs> いやでももうだって入ってまだまだか四、うん、ヶ月でしょう。で、はい、この皆さんの揃い具合がすごいなと思うんですけれども、ねうん、あの実際カラーガードになってここはちょっと気をつけなきゃと思って気をつけてらっしゃるところどんなところですか。そうですね私たちカラーガードは。 警察の広報の最前線として活動していることから県民の皆様に失礼のないように姿勢や立ち振る舞いは特に気を使っています。ていうこの肘の角度、<laughs> 皆さん、一直線ですよすごいですね、さっきから全く動かないですからね、う<わ>日々の訓練が、ね、そうたまものですよね。すすね皆さんは、まあ、どうしてこのカラーガードになろうと思われたんですか。はい 私は小さい頃から踊りをしていてそれを生かしたいなと思って就職活動してたときに、うん、このカラーガードを見つけたんですけども、うん、自分でも見に行くようになって、うん、の警察官は悪い人を捕まえるっていう、まあ、そういう大雑把なところしか思ってなかったんですけども、うん、こう県民の方々と近くで活動できる分野もあるんだなっていうのを知って目指すようになりました。素敵今日フラッグ こう持ってきていただいているんですが、はいはい、神奈川端も持ってきていただいているということでこっちの一番 <laughs> ねえちょっと田崎さんえ、いいんですかはい、あ、えうん、どうしようどうしようあ、あ、あどうですか一瞬持った感じはそこまで重くはないけれど、はいはい、これを振り回すとなると、うん、結構大変あとこの神奈川を綺麗に見せるってなると この大きいものをね綺麗に動かす,そうですあとやっぱりこの皆さんの姿勢でこの持ち続けるって、うん、これ結構重いですよそう考えるとそうですよね演技、ねね、の時間も長いですしね <laughs> そして他にも今日持ってきていただいているということで、はいはい、何か技を見せていただけますかま,すまず旗を大きく見せるスイープという技をやりたいと思います、はいはい、いきます 美しいーー結構こういうふうに旗が上にかぶってしまうと上がった時に綺麗に見えなかったりするので、はい、す,ごいすごくシンプルな動きなんですけども旗が巻かないように練習するのがすすごく大変です<か> <laughs> とクイックっていう旗を弾いて投げる技をやってみます。お<ー>お手から 離れてますよね一回離れてますねはい。キャッチしてますよね、はいはいはい、右手がこういう風に弾<ー>上に弾いてて左手で下に押してます美しい素晴らしい <laughs> ありがとうございます,います実はですね今回かなフル TV バージョンのカラーガード演技を特別に行っていただきました、うん、ぜひですねこの曲調に合わせてこだわったという小道具にも注目してご覧ください、はいはい TV をご覧の皆さんに私たちの演奏と演技をご覧いただきたいと思います。ぜひ楽しみに 中に新人さんもいました。<laughs> すごいですね。すごく揃いすぎていて。いや、えちなみにダンス皆さんダンス経験者ですか？私だけダンス未経験で初めてダンスをしました。えー、それでこんなに揃ってう本当にすごいなと思うんですけど。すごい,、えー、いやちなみにもう本当見て満足なんですが皆さんにとってこうやりがいってどんなところですか？はい。えっと 先ほどのカラーガードの演技やこう広報活動を通じて県民の皆様とあの触れ合ってるんですけどもその際にやっぱり笑顔とか温かい拍手をいただけることが私たち県警察の活動へのご理解ご協力を得られてるなっていうところでとてもやりがいを感じます本当に素晴らしいパフォーマンスで今もテレビの前に実際に見たいよって方い多くいらっしゃると思うんですがどうしたらいいですかはい。 出演情報については県警のホームページや音楽隊のツイッターなどで配信しているので確認していただいて見に来ていただければと思いますので、はあ、はい。これはもう生で見てほしいですねぜひ、ね、そんな気持ちになりましたね、はいうん、本当に今日は皆さんお忙しい中どうもありがとうございましたそしてこれから頑張ってくださいう、はい、ありがとうございますありがとうございます